はい、どうもこんにちは、ジャンプちゃんです。今日は富里市に来てます。ところでさ、いつもほら駅に集合なのに、なんで今日はあの市役所の前なの？それはね、富里市に駅がないからだよ。なんだって富里市駅がないの？はぁ、もう終わってんじゃん。終わってるし、もう終わってるよ。それ時点で新幹線ともうかち割ってやろうか。いいよね、どこも行かなくて。ダメ、行くの。そういうわけじゃないの。まあじゃあね、まあ、なんかあるかもしれないから行ってみましょうか。行ってみようか。行ってみよう、行ってみよう。まあほら、富里ってほら、富って町って書くでしょ。富に里だよ。友達がいっぱいいるかもしれないからね、なんかちょっと面白い発見があるかもしれないんで、まあ行ってみましょうか。ということで行ってみましょう。ジャンボチャンネル。ちょっと待って、なんかヤバいもん見つけちゃったんだけど。なになに、なんだ、でっかいスイカあるぞ。でかなんじゃこりゃ。まさか富里市ってゴジラいる？これゴジラの餌？そんなわけないだろ。なんでこんなのあんの？怖いんだけど。あんたのが怪しくて怖いよ。富里元気な町宣言。おお、すごいね、このスローガン。わお、ちょっと面白いもん発見したよ。なになに、富里市のポスト。スイカだよ、スイカ。本当だね、面白い。かわいいね。かわいいね。ほら、スイカ三昧だね。富里市ってやっぱこの、なんだろう、スイカがあれなのかね。スイカのマラソンとか有名だよね。この前八街行った時も馬があったけど、やっぱりね、なんか富里市もね、なんか馬がなんか有名らしいね。ヤンバちゃん、違うところに移動したよ。ヤンバちゃん、後ろに大きなカニがある。ヤンバちゃん、見て見てよ、大きなカニ。ジャンボチャンネル。ヤンバちゃん、末広農場に来たよ。ここは富里で採れた新鮮な野菜とか小祝いのお肉とか、いろんな美味しいものがあるよ。お、あったよ、富里っていう、そのね、名にふさわしい元お金持ちのお家ね。昔このお金持ちのお家だったんですよ。行ってみよう。わあ、広い敷地だね。ね、この三菱財閥のね、確か4代目さんでしたっけね、4代目ねのお家だったっていうね。すごい。そんな格好で敷地歩いてて通報されないかな。すごいね、立派なお家だね。すごい。さっきのお家に住んでたのはこの人だよ。気になるね。ということでね、富里満喫しました、ね、ジャンプちゃん帰ります。また見てくださいね、よろしく。実は昔富里も電車が走ってたんだよ。トロッコ列車が走ったんだけどね、この電車も走ってたのかな。今回もご視聴いただきありがとうございました。また見てください。チャンネル登録よろしく。